田村市船引町にある奥州福島聖石温泉。今年創業25年を迎える小さな日帰り温泉です。3年前からはベースキャンプ施設が設けられ、聖石温泉の利用者はテントを持参すれば無料でキャンプを楽しむことができます。魅力たっぷりの聖石温泉で明日からオープンするのがこちらです。トレジャーハントエルドラドです。今日お世話になるのはですね、2代目の村越祐樹さんです。よろしくお願いします。こちらは一体どういったゲームになるんでしょうか。パワーストーンを探してもらいます。はい、その20分間は取り放題になってますんで、そのままお持ち帰りください。こちらのモニュメントは全て村越さんの手作りで、トレジャーハンターの気分を味わえるデザインになっています。材料には本来であれば捨てられてしまう廃材が使用されていて、 SDGs にも貢献しています。では今から20分間綺麗なパワーストーンいっぱい見つけ出すぞ。おあ、出てきました。見てください、緑色の綺麗な石が発見しました。1つ目、石が小さいので見つけるのがとっても難しいです。探し続けること20分。20分終了しました。私が取った石の量はこれぐらいです。こちらのクリーム色の石は川内村の工場が製造するルナウェアと呼ばれる素材です。暗くなると光る性質があり、非常口の標識にも使われています。光ってない？あ、光ってます。そう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 、このレア商品をゲットできたらラッキーということですね。そうそうそう、ありがとうございます。楽しかったです。子供さんたちに大自然の中で、まあ、遊んでいただきたい、野外で、ね、安全にみんな遊んでいただけたらばストレスの発散になるのかなと思って、でそれでこんな感じでちょっと作ってみました。今年の夏は田村を満喫してください。